ます。せんちゃんです。今日はカヌヤは朝から雨です。あれ、これ今音をするですね。だから今は、今日は木曜日12日降下す。また私、今日はお仕事はさすまい、ごぼうのせんべいすですね。ここにね、せんべいすですね。そしたら私は朝、今7時ぐらいで、ちょっと早く準備、箱。これはテープ貼るかなと思う。テープ貼って、今日はね、昨日はごぼうは3台で、少ないか40か30箱くらいで、けど私、楽しみ、早く準備です。壺はね、毎今年は100か200で、昨日は少ないで、最初からちょっと枕に準備ですね。釣りは真ん中で多いかもしれないね。また今度。昨日はちょっと雨で忙しいで、さすまいも苗も加勢してですね。ただ少ないで、ただしに今から作ってみんな来るですね、ここ。また皆さんに見せたいです。楽しみ見て、待ってね。今日は私。
お疲れ様です。今日は鹿屋は一日の雨ですね。だから私、お仕事は朝は、朝10時までですね。10時までごぼうここ、せんべいす。そしたらね、箱はね、私は30ぐらいで頭に考えて、まあ昨日はちょっと時間短いですね。11時か3時まで。そしたらね、少ない人は4人しかないですね。そしたら、今日は、選別で箱で60近く、56、いくらかな、旦那さん聞いてみない方。とはみんな、お兄ちゃんたちは60、56、そんな言ってきた。そしたらね、私は、お仕事を皆さんに教えたいですね。そこ選別でのごぼうは B 品の、ちょっと短いで、たまにトラクターの切ったですね。ちょっと湿布でたら、これ B 品で、B 品で私全部もらうですね。私100円に出す人のあげて、今日はちょっと新しいですね。みんな、お世話にちょっと待ってするからね。釣りはいっぱいあるけど、毎年私箱に入れて、10キロで1500円ね。たくさん売れる。今は1回目ですね。1回目の鹿児島の市場出すですね。私は楽しみです。高いか安いかな。皆さん、難しいね。これは。売るの農業は、売る人はね、ちょっと高いの少し欲しいけど、買う人は安いの欲しいですね。何でも安いは、喜んで買ってくれるですね。まあ、真ん中ぐらいで、真ん中。あんま高くない、あんま安くない、真ん中ぐらいで欲しいですね。まあ、どっちも楽しみです。またいくらあるかな、本当に楽しみです。今年はごぼうは綺麗ですね。今畑は、ちょっと今は真っ暗ですね。真っ暗とって、あんま小さいはないかった。ちょっと小さい S はもう、数 S はちょっと、4ぐらいか2かな。私、まあ、電瓶見てない方。それからバッタボーは、まあ、本当バッタボーとか、枕はね、枕、どこも、ちょっとミス溜まってるでね、ちょっと変の形もあるですね。まあ、そんなぐらいではいい。今真ん中、楽しみ。今度は3は、私、天気予報見たら、日曜日ぐらいかいい天気。今度、もしか日曜日、お仕事かもしれない。それ皆さん、今日のこと、今日は10時にごぼう選別終わって、そしたらみんな帰って、3人だけ残って、私とおばあちゃん、おじいちゃん3人で苗切るですね。今日苗切って、まあね、ちょっと20個蹴りできました。今こっちですね。だから、どうに皆さんに見せるかなって。今こっちで10時から、そうで、苗はめっちゃ立ってるですね。10時ぐらいから5時まで、25ヘリできました。明日から、明日は雨ですね。明日みんな休み。そしたら私と旦那さん稼いで1万本、明日から稼いです。明日から、二人で頑張った。はい、皆さん、今日は以上です。皆さん、毎日、私、お仕事、楽しみ、頑張ります。何でも楽しみですね。楽しみが何でもできるですね。はい、以上です。皆さん、毎日、最高まで見てくれてありがとうございます。あんまいっぱい貼ったら私はね、頭に回ってくれないです。はい、本当ありがとう。バイバイ。